こんばんは、クレハです。ライブアライブ続きをプレイしていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。前回から SF 編をプレイしております。キューブかわいい。はい、やっていきましょう。キューブかわいいんだもん、本当に。はっきりした原因はわからないんだけど、どうも変。地球からの電波は受信できるけど、こちらからの送信がうまくいかない。コアンテナの方は調べました、うん、そっちは大丈夫。この通信システムは日本製の渡辺式ウェイブステーション。北渡辺。親アンテナとコアンテナは独立して稼働しているから心配ないわ。船長は何て？詳しく調べてから対策を考えようって。すごいなぁ、これ。コックピット。かっこいい。スーファミ版の、なんか、なんたらセンターみたいな感じのコックピットもよかったけど、こっちもこっちでかっこいいなぁ。ならよ、完璧にぶっ壊れるまで待つってのはどうだ？そんな。通信は、一方通行じゃ意味がない。すでに、地球と交信できなくなってるんだ。地球は、こちらの状況を把握しているんだろうか。周りくどいこと言ってんなよ。外に出てアンテナを直接調べればいい。何？俺が行ってちょいちょいっと直してやるさ。やむを得ないか。カトゥ、君も一緒にお願いできるかい？ええ、わかりました。それじゃあエアロックへ行って準備を手伝ってくる。終わったらコックピットに戻って君のサポートをするよ。あと少しで地球だからヒューイと二人っきりになることはないと思ってたのに。通信システムの件ですが、カークとカトゥーが船外へ出て調べることになりました。わかった。よろしく頼む。すごいな、船長もこれ。具合でも悪いのかしら。今の船長の喋り方すごいね。声優さんってすげえ。何階へ行きますか？一回おなしゃす。やめてください。そんなことしている場合じゃないでしょう。ふざけんなこの野郎。カーク。お前は引っ込んでろ。ひどい。八つ当たりするのはよせよ。俺に指図するな。軽いジョークをいちいち真に受けやがって。忘れんなよ、レイチェルはお前に愛想をつかしたんだってこと。うろちょろしてて外へ吸い出されないよう気をつけな。あ、これ二段式なんだね。なんだっけ、宇宙服着るところ三着しかもともとなかったよね、スーファミ版って。
すごーい。無重力な感じが、ちゃんと出てるね。さっきは変なとこを見られてしまったな。人間っておかしいだろ。端末を操作してもいいんだけど、悲しくなるので移動します。何階へ行きますか？レベル3ですね。すごいすごい。レイチェル、こっちは準備いいよ。わかったわ。よし、アンテナに取り付いた。始めるぞ。OK。 椅子が細かいね、すごい。それじゃあまずカトゥー君がパスワードを入れてメンテナンスモードに切り替えてちょうだい。わたなべ、あれ、カクさん大丈夫？心配するな。どうしたの？深く？返事してよ！一体何があったの？大変だ！カークさんの生命維持装置がすぐ戻ります。医務室の準備だ。僕はエアロックへ行く。私が行くわ。エアロックは僕の持ち場だ。大丈夫、カークなら心配ないよ。彼はちょっとやそっとで。あなたに何がわかるの？私は行くわよ。ここからさ、BGM が入るのがほんとすごいよね、演出。今まで BGM がなかったことに皆さんお気づきでしたか？なんか上手に喋れてない。とりあえず、一回、そのまま、2階に行っていいんだけど、1階、何階へ行きますか？ 1 階の様子を見に行ってみますかね。なんもなかったっけ？タグに名前が書いてある。吉行カトゥー。そう、カトゥーの名前がさ、そうそう、吉行、加藤吉行さんだったってのがなんか、実はこのリメイク版で明らかになったみたいな噂を聞きましたね。何階へ行きますか？
2階です。すごーい。こんな感じになったんだ。すごー。あー、顔色がリアル。怖っ。ごくリアル、ドットエがリアルで怖。あ、すごい。船長は？おい！呼んできます。あ、すごーい。ちょっと赤い色は不気味な感じがするけど、すごい。宇宙服の生命維持装置にアクシデントとは。ずさんな管理もいいとこだな。チェックは万全だった。急に壊れるなんてありえない。怪しいもんだな。それとも何か、誰かが故意に爆発音だ。なんだ。船長は？それがいくら呼んでも出ないんです。一体どうなってるんだこの船は。とりあえず爆発音を調べよう。私は荷物の様子を見てくる。お前はレイチェルさんのそばにいてあげておくれ。何かあったらコクピットにいるから。カークがなくなってしまい、謎の爆発音。タグに名前が書いてあるカークウェルズ。レイチェル、どこ行くの？今までの様子と違う。呼吸はしていないようだ。体全体が異常な色に変色している。つらい。
何階へ行きますか？コックピット3階か。たまにコックピットとエアロックの位置がよくわからんくなるな。同じような位置にいるから。船内には異常ないようですね。なんてことだ。親アンテナが吹き飛んでいる。この船は最悪だ。こんなことなら自分で宇宙を泳いで行った方が安全ってもんだ。一体どうすればいいんだ。船長どうしちゃったんだろう。この会社のやり方は人間らしくない。ブラック企業ってことかな。これ何個も持てるかな。あー、お持ち運びできないの。お持ち運びできないの。何個も一気に持てないか、頭の上一個しか乗せれへんもんな。そうだよな。コーヒーを渡しますか。渡す。あ、ありがとう。そうだな、僕がしっかりしなきゃ。船長、部屋にいたんですか。大変なんです、カークが。何？それは本当かね。あー、つらい。それはお気の毒に。それは気の毒に。まずはこの事態を収めることだ。彼を弔ってやろう。準備してくれたまえ。私も今行く。あ、船長。随分と優秀な船長さんだな。乗員が死んだってのに、ああも冷静に振る舞えるとは。僕はエアロックを準備してくるよ。じゃあ僕はカークさんの部屋へ。棺に入れられるものがないか見てきます。ああ、そうだね、お願いするよ。何階へ行きますか？一回お願いします。あれ、あ、よしよしよし。ボタンが効かなくなったのかと思った。
まさかこんなことになってしまうなんて。確かに僕は科学をよく思っていなかった。でも死んでほしいなんて思ったことはなかった。他に何かある？あ、はい、何階へ行きますか？2階にお願いします。科学の部屋は、どこだったっけ？ここだっけ？生活用モジュール利用者ヒューイ・トランブル、現在のあなたの資格では入れません。ごめんね。生活用モジュール船長室、現在のあなたの資格では入れません。生活用モジュール利用者レイチェル・クライン、レイチェルさんから入室の許可が出ています。お名前を入力してください。登録完了。部屋には自由に入れます。やった。カークは死んでなんかいないわ。ふて寝しちゃった。生活用モジュール利用者カーク・ウェルズ、乗組員のカークさんは残念ながら亡くなりました。室内を回収するためロックは解除されます。部屋の出入りを許可しますので、お名前を入力してください。部屋には自由に入れます。読み忘れた、今。なんだろう、この本。ワープ工法が実現するか。カークさんらしい。口癖だったな、カークが物事を探すとき。何やってるんだ、そんなのワープでやっちまえって。僕が勝手に触ったらレイチェルさん怒るだろうな。宇宙層か。友達とやれるだけ幸せってもんだ。うん。そやな。遺体がない人もおるからな。はい、言葉。あれ？あれ？ボタンが、聞きづらい。ワープ。で、ご近所物語に待ってよね。眠るときは、足の下。メモリーカードを手に入れた。ゲームじゃない。ゲームキャプテンスクエアの進行状況をセーブできる。
すごー。なんか本当に、もう BGM がもう不穏すぎる。オペ室だね、本当に。遺体がなくなっていますね。とりあえずご主人様に報告しなきゃ。ご主人。細かいね。ほら、よく見て。現在のあなたの資格では入れません。これ、足の下の矢印がさ、キューブが今、入れる部屋を多分示唆してんだけど、ちゃんと消えてるね、レイチェルのとこ。すごっ。ご主人様個人用コンピューター、一本立ちの木と透き通った海が画面に表示されている。人気ナンバーワンのビーチ、例年より過ごしやすい気候。違う、こっちじゃない。ここは端末室や。どういうことです？私に聞かれても困る。それよりレイチェルとか言ったら、彼女は呼ばなくていいのかね？よく眠っているわ。待ってて、私クッキーを焼いてくるから。レイチェルの声が怖い。あなた大好きでしょ。すごい。泣きそう。何してるんだ、レイチェル。この人は誰にも渡さないわ。ヒューイ、あなたの考えは分かってる。カークを殺せば私があなたの元に帰ると思ったのね。バカ言うな。しっかりしろ、レイチェル。そこから逃げろ、レイチェル。ヒューイがお前を狙っている。俺は今、エアロックの前にいる。早く体を取り戻さなくては。すぐに来てくれ、レイチェル。
船内通信01差出人か。あ、話したいことがある。3時。ん?3時30分にじゃないの。0330時にコックピットで船内通信に差出人かく。さっきはありがとう。とっても嬉しかったぜ。地球へ戻ったら二人だけでどこか旅行しようぜ。船内通信さん。そこから逃げろ、レイチェル。ヒューイがお前を狙っている。これは今、エアロックの前にいる。早く体を取り戻さなくては。すぐに来てくれ、レイチェル。レイチェルの演技力が素晴らしすぎる。あ、パソコン見てきますかね。個人用コンピューター、画面にメッセージが表示されている。バツ、カツ、ブツ、ミチ、未送信、メッセージ。カーク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 。まあ、その、科学のメッセージは、誰が送ったんですかね。霊体になった科学が送ったんですかね。何階へ行きますか。一階にお願いします。バカな真似はよせ。話してる。来た。あー、来た。セーブし、これはマジのセーブをしましょう。どうなんだろう、どんな感じなんだろう。あ、スープにしないで怖い。行くぞ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 。なんでムービー入れんの、そこで。なんで通れないんですかね。ちょっと待って。リアルに怖い、リアルに怖い、リアルに怖い、リアルに怖い。怖い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 。逃げる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 。何時そこ開いてんの?今のおたけびで開いたの。はぁ、説明入れてくれてありがとう。ちょっと呼吸することができるわ。ビヒーモスとの遭遇。ビヒーモスと遭遇したら急いで別のエリアへ逃げましょう。凶暴なビヒーモスに接触するとゲームオーバーになってしまいます。はい、逃げよう。いいから逃げよう。
なんでキューブはさ、ね、ロボットだよ。なんで追いかけてくんの？なんで追いかけてくんのさ、キューブロボットだよ。なんだと、ベヒーモスが。しまった。キューブー。うわ、すごいリアル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 。大丈夫かい？よかった。どこも壊れてはいないね。いいか、落ち着いてよく聞くんだ。あんたがさっき医務室で見たのは何だ？あのベッドに横たわっていたやつだよ。いいか、冷静になるんだ。悲しいかもしれんが、あの男はもうこの世にはいないんだ。あとは大丈夫だな。私は向こうを見てくる。頼もしいご長。ありがとうございます。私も宇宙で死にたくはないからな。私だ。コンテナは本当に空だ。もう倉庫にはいないようだな。どこに行ったか知らんが、浮かずに動くと危険だ。そこのエレベーターで合流して上に上がろう。ごめんなさい。私、信じられなかったの。だってあんまり突然なんだもの。はい、ということで続きが気になりますが、本日はここで終了にしたいと思います。はい、また。お前の方がベビーモースが強烈すぎた。はい。じゃあまた次回お楽しみに。バイバーイ。